ありがとうございました。前回から1年以上ぶりの更新となってしまいましたが、ジブリ映画耳を澄ませばよりカントリーロードを演奏いたしました、今回はバイオリンの美しいルリコさんも一緒に加わってくださいました。わあ、来年2024年3月のスイートピオニーのコンサートでも一緒に演奏してくださる予定ですので、どうぞお楽しみに。コンサートについての詳細は決まり次第ウェブサイトの方にアップさせていただきますので、どうぞチェックしてみてください。それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。